農具は農機具のうち農業用の道具類の総称。農業生産での労働の技術的補助手段を総称して農機具という。農機具は工技の農具と農業用の機械とに対別される。工技の農具には金槌やノコギリのように必ずしも用途が農業に限定されない一般道具と桑や鎌のように主な用途が農業目的の農業道具がある。農具は土を掘り返したり、 農作物を収穫したり、脱穀する時などに使われる。農具には人力で用いるものと、蓄力を用いるものがある。先進国では、内燃機関などを用いた様々な農業機械が作られるようになり、それが農作業の主要な手段となっているが、それ以外の多くの国々では現在でも、主として人力や蓄力の農具に依存して農作業が行われている。 焼き畑農業のような最も原始的な農業でも棒切れのようなものが農具として使われ土を掘り返すのに使われた。これはタロットにも登場しワンドと呼ばれる。タロットがトランプに発展してからはこれはクラブになった。もはや直接農具を表示していないがクラブは農民の意味で用いられる。フランス革命前夜の百科前書では大項目主義の他に 新しい技術の革新やその仕組みの図解などが多数取り入れられたが、新しい農機具もその中に含まれている。スキ、スペードスペード。釜刀美 ABCD 福田実、農業機械化の経済的意義に関する研究。岡山大学。2019年11月14日閲覧。ABI 地検豊田市本寺に行った郷土資料館。農機具データベース。ありがとうございます。